はい、それでは皆さんこんにちは。大学入試で戦える実践力を養う授業ということで、今回は単進道ということでですね、単進道の演習問題の資格3をやっていきたいと思います。はい、今回扱っていく内容については、円運動をしている円盤上にバネが置かれてあって、そのバネが起こす単振動について考えていきたいと思います。では、問題文を読んでいきたいと思います。水平面内において一定の角速度オメガで回転している円盤がある。円盤上には半径方向に溝が掘られており、その中にバネ定数 K、 自然長 L のバネが置かれている。バネの一端は中心 O に固定され、タタには質量 M の小球 P が付けられている。P は溝の中を滑らかに動け、O から P までの距離を R を用いて重りの位置を表す。今、円盤上で静止している観測者 A には、P が R イコール R0 の点に静止して見えた。いうことになります。括弧1、 R0 を LKM オメガを用いて表しなさいという問題になります。まず円運動を起こしているので、半径方向に対しての力の釣り合いを考える必要が出てきますね。で、そうするとこの遠心力、今回はこの遠心力と釣り合っている力を求めていくということになるんですけれども、今回いつもの円運動だと MR 分の V の2乗ということで遠心力が表されるんですが、今回はオメガを使って、オメガを使って表してくださいということなので、遠心力は MR オメガの2乗で、表します。で、この遠心力と釣り合っている力は何かと言いますと、今この R 自体は R0 の位置にある、この物体 P は R イコール R0 の位置にあるということなので、自然長からのバネがどれぐらい伸びているかと言いますと、R0-L だけ伸びているということになります。したがってこの物体 P には、物体 P には弾性力が KR0-L 分だけ働いているということになります。つまり円運動をしているとき、半径方向に対して遠心力とこの弾性力というのが釣り合っているということになります。よってこの丸、これを丸1番というふうにしてすると、この式を計算していくと、KR0-KL イコール MR0 オメガの2乗。これを R0 でくくって表してあげると、R0 括弧 K マイナス M オメガの2乗括弧閉じイコール KL というふうに表すことができます。したがって R0 は K マイナス M オメガの2乗分の KL というふうに表すことができます。これを丸2番というふうにして置いときましょう。次の問題です。括弧2番、
こうなるために必要な角速度ω に対する条件をも表せということになります。まずこの R0 という値は正でないといけませんよね。 R0 という値は当然ですね、これ正でないといけませんので、この分母の値、が正であるという条件がまず一つ現れてきます。したがってこの2番の答えからこの式を見ると、自然とですね、条件っていうのが分かってくると思います。この R0 自体はですね、正でないといけませんので、この R0 が正であるという条件、特にですね、この K-Mω の2乗っていうのが、正でないといけないという条件が出てきますので、これについてオメガを解くと、K-Mω の2乗っていうのが0よりも大きいですよ。したがってオメガっていうのは、ルート、これを計算するとルート M 分の K よりも小さくなってくるよというのが、オメガの条件ということになります。これを丸3番というふうにして置いておきましょう。では次の問題に移っていきます。次に P を溝に沿って、外側に動かし、点 O からの距離 R1 の点で静かに P を離したところ、P は溝の中で運動を始めたということになります。先ほどはですね、半径方向の力の釣り合いで R0 っていう R0 の位置でね、R0 の位置で、この物体 P っていうのはですね、物体 P っていうのは遠心力とこの弾性力によって釣り合っていたわけですよね。しかしここからですね、このところから距離の外側にこう動かしていってですね、 R1 のところで静かに P を離したと。そうすると P は溝の中で運動を始めたというところになります。はい、そうするとですね、 P、次括弧3番、 P が 1R にあるとき A が見る加速度を A とすると、A が見る加速度を A とすると A が書くべき運動方程式はどのようになるかという、 A っていうのは何かというとですね、この円盤上に乗って円盤上から見たね、この物体を見た人になりますね。はい、溝方向外向きを正とするというふうに書かれてあります。はい、ではやっていきましょう。まず今バネっていうのは、バネの、この物体 P っていうのは R1 の位置にあるっていうことですから、弾性力は、自然長が L ですので、K(R-L) という弾性力がかかっています。それに対して遠心力は MRω の2乗という力が働いているので、外側を正ということで考えているので、外側を正というふうにして考えているので、運動方程式としては、こういう向きでね、こういう向きで単振動をしていくので、運動方程式としては、MA イコール MRω の2乗、MRω の2乗、マイナス KR-L。遠心力、この方向を正というふうにして考えているので、MRω の2乗マイナス KR-L、遠心力マイナス弾性力という形で運動方程式が表されるよということになります。この式をひとまず、丸4番というふうにして置いておきましょう。では次の問題に行きます。P の位置を R の代わりに R0 から測って、R0 っていうのはね、この
物体 P が半径方向に対して釣り合っている位置でしたよね。でここから測って、x イコール r-r0 を用いて表すと、運動方程式の右辺の力はマイナス Lx の形になる、L を Km オメガを用いて表しなさいという問題になります。まず先ほど求めた運動方程式、この丸4番ですね、丸4番に注目していくと、この丸4番にですね、R イコール、はい、こちらの式を少しまあ変形していくと、R イコール X、R イコール X プラス R0 というふうにして、まあ、表すことができます。まあ、X っていうのはね、この R0 からまあどれだけまあ、離れているのかなっていう、まあ、値ですね。R0 からどれだけ離れているのかっていう、まあ、値ですね。はい、こちらですね。この R イコール X プラス R0 を代入していくと、MA イコール M カッコの R0 プラス X オメガの2乗マイナス K カッコの R0 プラス X マイナス L と。まあ、いうふうにして表すことができます。そうすると、これを展開していくと、mx オメガの2乗足す mr0 オメガの2乗マイナス k カッコの r0 マイナス l マイナス kx というふうに、まあ、整理することができます。ここでですね、この丸1式に注目してみると、R0 で力が釣り合っていた時っていうのはですね、この弾性力 K カッコの R0 マイナス L と MR0 のオメガの2乗っていうのが釣り合っていましたよね。この関係性をこの式で使っていきますと、この MR0 のオメガの2乗と K カッコ R0 マイナス L の値っていうのがですね、こちらは等しくなってくるので、足し算引き算でこれ差し引きこれゼロになる、ここ消去されてしまうんですよね、丸1の式よりね。したがって残るのが mx オメガの2乗マイナス kx という形になってきます。したがってマイナスカッコの k マイナス m オメガの2乗カッコ閉じの x というふうに整理することができます。これを丸5式というふうにして置いておきましょう。そうするとですね、この MA イコールマイナスほにゃらら X っていう形になってきましたので、あ、これは単振動を起こすんだなということをに、単振動を起こすんだなということに気づけるかなというふうにして思います。で、この MA イコールこの右辺の式がマイナス LX っていう形になりましたので、この L っていうのは、実は K カッコのマイナス M オメガの2乗であったということで、まあ、求められるということになります。でこの K-M オメガの2乗というのはですね、このカッコ2番の式からですね、これは正であるよというふうな条件が出てきましたので、まあ、これも忘れずに書いておきましょう。これ L っていうのは正になりますよということですよね。でよってこの丸5番の式よりこの式を見てみると、はい、マイナス MA イコールマイナス KX という運動方程式が立てられるときは、まあ、単振動を起こしますよと。で、まあ、当然この A イコール0、まあ、加速度が0の場所というのは単振動の中心になってきます。ね、まあ、この式よりですね、この式より x イコール a イコール0になるときっていうのはですね、この式より x イコール0、まあ、x イコール0っていうことはどういうことかというとね、この式を考えてみるとですね、この式をこの r 実際の r っていうのはどういう
ところにあるときかというと、この R0 にあるときなんですよね。まあ、つまり、円運動をしていて、しているんだけれども、この物体 P というのが半径方向に対して力が釣り合っている場所。まあ、つまり R0 という、R0 の位置。まあ、つまり X イコール0の位置を中心としてですね、単振動をすることを、まあ、この丸五式は示しているんだよということになります。はい、ではですね、次の問題に移っていきたいと思います。P を離してからバネの長さが最小となるまでの時間、バネの長さの最小値及び A が見る P の最大の速さを KmωR0R1 のうち必要なものを使って表しなさいと、まあ、そういう問題になります。はい、P を離してからバネの長さが最小となるまでの時間、バネ最小と長さが最小となるまでの時間、バネの長さの最小値及び A が見る P の最大の速さを求めてくださいという問題になります。ではね、一つずつやっていきましょう。はい、単振動でまず時間とくれば、まあ、何を使ったらいいかということなんですけれども、単振動で時間を求めなさいと言われた時はですね、 P を離してこの、ね、伸ばして離してか離して、どこかしらまでの時間を求める時は何、どういう式を使えばよかったか、ね、はい、単振動の周期の式 T イコール 2π ルート K 分の M の式を使うんでしたよね。しっかりと意識して使えるようになっておきましょう。まずこの5式括弧4の式で、まあ、この丸5式運動方程式 MA イコールマイナス、まあ、LX という形 に持ってきましたので、まあ、マイナス MA イコールマイナス KX という形に持ってきましたので、ね、単振動の周期の式 2π ルート K 分の M の式に代入をしてやります。でこの K に当たる部分というのが こちらですね、 K マイナス M オメガの2乗ということになりますので、単振動の式を使って表すと、丸5より単振動の周期 T は T イコール 2π ルートのK マイナス M オメガの2乗分の M というふうに表すことができます。で、バネの長さが最小となるのはどこかというと、内側の端の位置に来るときになりますよね。こっからまあ離して、こっから離して、端子の振動中心を使ってですね、この振幅、単振動中心、この離した位置から単振動中心までの距離が、これ、振幅になってくるわけですよね。単振動中心というのは、まあ、つまり、円運動を起こして、この物体 P が半径方向に対して力が釣り合っていた場所ですよね。まあ、この場所、R0 ですけれども、ここからここまでの距離が振幅となって現れてきます。したがって、またこの振幅へを進んだところっていうのがこの単振動の端ということで、最もバネの長さが最小となる位置ということになります。したがってね、振動というのはここからこう行ってこう行くっていうのが一周期になりますので、まあ、半周期分の、時間ということになってきます。端から端までの時間はね、したがって、2分の 1t イコールパイルーパイ二分の一 t ということになりますので、まあこの t のところにこれを代入してあげると、それまでの時間というのはパイルートの k マイナス m オメガの2乗分の m というふうに表すことができます。したがって振幅 a は a イコール振幅 a というのは r1 マイナス r0。
まあ、いうふうにして、表すことができますので、バネの長さの最小値というのは R0-A で、 A っていうのがこの R1-R0 のことでしたので、この A にこれ R-R0 を代入してあげます。代入して、答えを整理するとイコール 2R0-R1 というふうにして表すことができます。で、A が見る P の最大の速さはいくらになるかと、まあ、いうことですけれども、速さが最大になるのは、まあ、どこなのかっていうことですよね。ね。で、そうすると、まあ、この単振動の力学的エネルギーを使って表して、で単振動の、ね、力学的エネルギーを使っていきますと、ね、この弾性エネルギー、弾性エネルギーですね、この単振動の中心から、まあ、どれだけ離れているかっていうのを、まあ、X としてまあ考えた時ですね、運動エネルギーっていうのはこの単振動の中心で最も最大になります。最も最大になります、ね。で当然この端の位置っていうのがね、この力の釣り合いの位置から最もこれ離れている場所になりますので、弾性エネルギーはもうマックスのところということになりますのでね、従いまして単振動の力学的エネルギー保存則を使っていくと、はい、単振動の中心では2分の1 mv マックスの2乗と、まあ、いうことですよね。で単振動の弾性、単振動を起こしている時のこの弾性エネルギー2分の1、2分の1 kx の2乗、X の2乗ですね。2分の 1KX の2乗。まあ、この X を使って2分の 1KX の2乗っていうのは0になっていますので、このね、単振動の中心ではね。したがって、ここで、この単振動の中心での力学的、単振動の力学的エネルギーっていうのは2分の 1MVMAX の2乗と。イコール、2分の1カッコの K マイナス M オメガの2乗。カッコ閉じの R1-R0 括弧の2乗と、いうことになります。でここでいうこの K、バネ定数 K に当たる部分というのはですね、この K-M オメガの2乗に当たりますよね。で、X っていうのがこれですね、R1-R0、ね、最も縮んでいる時っていうのが R1 ですからね、これね。でこの端ですね、端の距離っていうのがこれですね、端のこの弾性エネルギーというのが R1-R0、ね、いうことになります。まあ、当然この端はですね、運動エネルギーというのはですね0になっていますので、これ方向が変わるときになりますので速度は0になりますよね。したがって考え、ね、運動エネルギーマック、この力学的エネルギー保存則を考えると2分の 1VMAX の2乗イコール、この弾性エネルギーが等しいよと、まあ、いう式になります。まあ要するにこの単振動を起こしているときは、ね、単振動によるこの力学的エネルギー、まあ、運動エネルギープラス弾性、エネルギー、まあ、ただしこの弾性エネルギーというのはこれですね、2分の 1KX の2乗なんだけど、この X っていうのが単振動中心がどれだけ離れているかっていうこの力学的エネルギーを使って表すと、その2つの和っていうのは、等しくなりますよということなので、この単振動中心とこの端ですね、端の力学的エネルギーの和がっていうのが常に等しくなっているという式を使って Vmax を求めるというやり方になります。したがってこの Vmax 計算して求めてやると、はい、R1-R0 か、ルートの M 分の K-M オメガの2乗と、まあ、いうふうに表すことができます。はい、最後にですねこちらなんですけれども、 P を離してからバネの長さが最小となるまでの時間、バネの長さの最小値および A が見る P の最大値の速さということで、
この括弧5番のこの特にこの最大の速さを求める際のですね、別解をについてねお話をしていきたいと思います。まず最大の速さ、まあ、先ほどはね単振動の力学的エネルギー保存則を使いましたけれども、まあ、違う視点から考えるとですね、単振動というのはこのまあ円運動、を、している、こうね円運動をしているこの動きに投影、まあ、できますよっていうことなの です、ね、できますよということで、単振動の、ね、この速度というのはですね、まあ、例えばここの位置ですと、まあ、円運動での速度というのは R オメガというふうにして表すことができるので、単振動のこの時の速度というのは A オメガコサインオメガ T でまあ表されるよということを、まあ、単振動の、ね、講義で習いましたけれども、この時この単振動の速さ自体が最大になる場所っていうのはね、どこになってきたかというとですね、はい、まあ、このコサインオメガ T のこの部分がですね1になる場合、1になる時なんですよね。まあ、つまりコサインオメガ T が1になる時というのはここですね、オメガ T が0になる、0になっている時っていうのが、まあ、すなわち速度としては最大の部分と、最大になっている時、まあ、この振動の中心っていうのが最大になる時っていうことになるんですよね。したがって最大の速さっていうのは Vmax イコール A オメガっていうふうにしても表すことができまして、オメガっていうのが T 分の 2π っていうふうにして表すことができますので、この T イコール 2π ルートの K マイナス M オメガの2乗分の M をですね、代入してあげるとですね、まあ、A っていうのはこの R1 マイナス R0 でしたので、T に 2π ルートの K マイナス M オメガの乗分の M を代入して計算してあげると、このようにですね、まあ、先ほど単振動の力学的エネルギーをで用いて出してきた答えとですね、まあ、同じ答えが、ね、出てきます。はい、まあ、どちらで解くかはですね、まあ、人それぞれの好みではあると思うんですが、まあ、こちらの方がですね、計算としては楽になるかなと思いますが、まあ、それぞれのしっくりくるやり方っていうのがありますので、好きなやり方で解いてもらっても構いません。はい、ということでですね、今回の単振動の問題の解説、これで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。